8レース1着になりました千葉の山本選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。松井選手が迷い系でなりましたけども、作戦はどういう作戦だったでしょうか。見た通りの感じだったんですけど、やっぱりみんな交友が強いのを知ってるので、交友を多分前を取らせて後手を踏ませて届かないような競争をさせたいって多分他のラインは思ってたと思うので、それになっちゃうと厳しいかもしれないねっていう作戦会議だったんですけど、なので1個目をしっかり突っ張って、甘かったらそのまま全突破みたいな、こういうの気合の入った作戦だったので、結果的にいい位置を取れて、こういうが自分の力で負けたので、結果的に 1-2-3 だったので最高の結果だと思います。松井選手がまくりに行ったところで、小崎選手も出ていって、はい、ちょっと出が悪いのかなっていうふうに見えたんですけど、その辺はついててどうでしたか。いやもうなんていうか、普通だったらあそこまくりに行けないし、うん、なんなら岡崎も前踏んでましたからね、あれを飲み込むっていうのは出が悪いっていうよりも飲み込んだことがすごいと思います、うん、はい、あんだけ足を使っていてさらに行けたのがすごい、はい、そうですね、普通は行けないと思います。ご自身は最後、余裕を持ってさせたっていうのはどうですか、ご自身の状況、状態的には。あ、もう自分が余裕があったのは松井がたくさん足を使ったからなんで、しっかり自分はラインで決まるようにっていうふうに余裕ができたら全部松井のおかげですね、はい。まあ、地元のすごい歓声だと思いますけども、はい、どうでしょうそこ。いやなんか前に閉ざしてもらった松戸記念を思い出しました、ね、すごい声援で、力を湧きました。この後も準決勝、その後と続くと思いますけども、この後はなんか自転車を触ったりとかケア中心にっていうのはありますでしょうか。自転車も全く触らないでそのまんまで行って、体を休めてしっかり眠りたいと思います。わかりました。では、この後に向けての意気込みをよろしくお願いします。はい、引き続き、準決勝決勝に乗れるように、一生懸命頑張ります。お願いします。 Thank you.